左、園田聡、園田聡は、日本のミュージシャン、ギタリスト、DJ、映像作家、フィールドレコーディング。別名、昼間春介、葉月なるみ。明治大学現代の音楽ゼミナール主催、70年代後半の東京のアンダーグラウンドシーンの重要人物、サブカルチャーの立役者でもある。ソニーシャーロックや、デレクベイリーのみならず、ポール・コゾフ。 ジミ・ヘンドリックスにも深く影響を受けた、先鋭的なギタリスト。現在の熊本県熊本市東区に生まれる。父親は、国立熊本病院に勤める医師で、3人兄弟の兄2人が、国立大学に進学する環境の中少年時代を、過ごす。熊本市立大山中学校時代、渡辺人志という転校生が、 そのの前に現れる。中学で、同級、高校、大学では別だったが、音楽を通じて、交流を持つ。地元の昭科大学の付属高校に通い、フォークソング系のクラブに入り、ハッピーエンドの曲をコピーするなどしていた。また、その仲間とは、高校2年の時、修学旅行のための貯金を切り崩して、中津川フォークジャンボリーや、ピンクフロイドが出演したフェスティバル。 箱根アフロディーテを見に行く。一浪して明治大学文学部に進み作詞作曲研究会に所属する。その田は作詞作曲研究会は明治大学の泉校舎でした。3年になると駿河大校舎に移るんです。と述べている。1976年5月、現代の音楽ゼミナールを発足させる。その田は渡辺人氏は 京都の大学に行ったんだけれども、私が明治大学で現代の音楽ゼミナールというのをやっていたときに、突然、連続射殺魔って面白いバンドがあるから、できればメンバーにやってください。という手紙が来たんですよ。渡辺一氏は連続射殺魔のファーストカセットのアートディレクションもやっています。その時のメンバーは、和田哲郎、浜野淳、山本明。 彼らもゼミに来るようになった。それが浜野淳たちとの出会いになるわけです。これが1976年、と述べている。1978年にはフリーミュージックスペースを一家のように開催した。1978年9月14日には吉祥寺マイナーにてアナルキスを臨時編成し、ギターやリードボーカルを取る。その他はアナルキスの最後のテイク。 結んで開いての直前に、早くしろ早くというとしこさんのクスクス性が入ってるんですね。彼女の歯に噛むように苦笑する様が目に浮かぶようで、若くして亡くなったと聞いてますので、この部分はちょっと切ないです。結んで開いての冒頭では、私が田舎から持ってきた尺八を自分で吹いています。3年どころか、ほとんど首さえ振ったことがありませんが、取れロが生かすでしょう。 と述べている。1975年から1990年頃までは、イベントやコンサートのほか、レクチャー、DJ、ノイズミュージックロ論執筆、CD 制作、海外のラジオ局への音源提供、日雇い労働者への支援活動などを断続的に行う。1990年から1994年頃までは、写真やビデオによる、視覚、映像作品、 インスタレーションなどを集中的に制作する。1995年以降、都内のパートなど、不安定雇用労働者で作る労働組合に関わり、現在副委員長。また、2008年以降には、篠田正役と1987の全国上映、マヘルシャラルハッシュバズ、コシクだけの犬監修、ネットでのフライヤーアーカイブ、椅子物語の作成、 散らかしっぱなし引くガセネタインザボックスへの音源提供なども行っている。ガセネタのベーシスト大里俊春は、核も緩んだ脳みそ、あのどこまでも脳のボタンをかけ違えた人物と園田を描写した。ありがとうございます。